はい、こんばんはです。今日も月曜日ということでね、また今日中練習やろうかなと思ってます。まあ、これぜひですね、一緒にやっていただけたらなと思います。今日中練習はね、ターゲットとかなくてもね、変な話丸書いてそこにサイティングしながら、ずっとこうやってじっとしてればいいだけなんで、どこでもできる練習法ですね。で、一応自分は50秒10回、60秒10回、合計20回やっております。まあでも始めたばっかの方は、もし30秒ぐらいで1回終わってもそこら辺は個人差があるんで、自分のできる範囲でやっていただけたらなと思います。ですね、でいつも言ってるんですけど、APS3 はね、ここで、まあ、ですんで、こうして、これでね、落ちるじゃないですか、トリガーがね。ここで、これだけやっておいて、トリガーが落ちる瞬間ぐらいまで、指持ってきておいて、そのまま、サイティングし続けるという練習方法です。グランドマスターの方もね、コッキングしてずっとやってればいいのか。そうだよね、グランドマスターの人はコッキングすればいいんですよね。さあ、ということで行ってみましょう。じゃあまず50秒1回目いきます。はい、スタンバイレディー5。はい、ということで今回もですね、ちょっとこの何秒経ったかというのを言っていこうと思っております。50秒の時はね、15秒、30秒、40秒、これをカウントしていきたいと思います。15秒経過。これはね、30秒でやめる方とかの、ためっていうところもあるんですが、はい、30秒経過です。15秒あたりまでね、ある程度止まってれば引き金は引けるということで、目安になったらなと思って入れております。40秒経過です。はい、50秒1回目が残りましたね。よいしょ。書いとかないとね、絶対分からなくなっちゃうんですよね。で、このまあ、サイティングし続けるっていうことなんですけど、まあ、要するにね、一回どこかな、次の方が、次説明します。説明っていうか、自分のやってることを述べさせていただきますって感じでしょうか。しかし今日寒い中、じゃあ50秒続いて2回目ですね。はい、では50秒2回目いってみます。はい、スタンバイレディー5。はい、50秒2回目ですね。15秒経過。30秒経過。40秒経過です。はい、50秒2回目終わりましたね。さっきね、途中になったことなんですけど、まあいわゆるこのフロントサイトとリアサイトの位置関係、まあ、ちょっとこれだいぶずれてますけど、まあこれをね、この関係をですね、まあ自分はいつもっていうか、
多いね。ラインを1本フロントトリアに入れてるんで、これをとにかくずらさないようにね、して続けてサイキングするということになりますよね。そこが一番重要だという気がしております。さて、では50秒3回目いきましょう。はい、スタンバイ、レディー、ゴー。はい、50秒3回目になります。15秒経過。30秒経過です。40秒経過です。雪降っちゃってね、東京とか多分今日日本各地いろんなところで雪降ってるんじゃないでしょうかね。いやー久しぶりですね、これこんぐらい降ったの。ストーブ止まっちゃってるな、どうすっかな。今日ちょっとね早めに終わってんですよ、実はね。店の方ねまだ8時なんですよ。これ練習会もね、さすがに今日はどなたも来なかったですね。まあ、来てる場合じゃないですかね、今日ね。では、50秒4回目。まだ時間ないですね。はい、じゃあ50秒4回目に行きたいと思います。スタンバイ、レディー、ゴー。はい、50秒4回目になりますね。15秒経過。30秒経過。40秒経過です。50秒4回目終わりました。そっか、説明しなかったかな。これ50秒やったら50秒休むと、それを10回繰り返すんですね。ですので60秒の時は60秒休むということになります。35秒、ああこれちょうどなんとか言えようかな。もうすぐ10分なんですけど、50、うん、いけそう。はい、では50秒次4回目いきます。スタンバイ、レディー、ゴー。はい、50秒5回目になりますね。15秒経過。30秒経過。40秒経過です。はい、50秒4回目終了しましたね。
回でしたね。10分の。そうだよな。なんかあったっけかな。考えてる間にまた次が来てしまうというこの、ちょっと早さ。今日は1月21日に、1月22日か。早いもんですね。ほんと。なんか、つい最近まで、つかまあ、ここ1、2ヶ月がね、ちょっといろいろ慌ただしくてね。いつもなんですけどね。はい、では50秒、5回目いってみましょう。スタンバイ、レディー、ゴー。はい、50秒、6回目になりますね。15秒経過。30秒経過。40秒経過です。はい、50秒5回目終了しました。はい、これね、一応50秒、60秒やってるんですけど、何も50秒ですね、ビシッと飛ぶ、まあ、飛べれたらそれは優に越したことないんですが、なかなか人間というのはそこまで能力がないような気もするんですけど、とにかく最初の15秒間を、15秒というか、まあ、10秒ですよね、止まってれば、要はその間に鳥が引けるんで、10秒飛べるための50秒、60秒と。言った練習なんじゃないかなと思ってるんですけど、はい、では50秒6回目ですね。今度ね、行きましょう。スタンバイ、レディー、ゴー。はい、50秒、今度は7回目になりますね。15秒経過。30秒経過。40秒経過です。知り合いの方から教えてもらった練習方法なんですね、これね。ですので、まあ、なかなか効果あるんじゃないかなと思うんですが、もう、しかし本当思うんですけど、毎回同じこと喋ってますよね、これね。まあ、でもそうなっちゃうとしょうがないんだよな、これある程度。と言ってる間に、もう休み時間残り10秒ぐらいになりましたね。4分。はい、では50秒、今度7回目ですね。行ってみましょう。スタンバイ、レディー、ゴー。あれ、50秒、これ8回目ですよね。もしかして1回多くやっちゃってるかな。これ、書いてても忘れるという。これ8回目ですね。はい、15秒経過。
30秒経過。40秒経過です。はい、50秒7回で終了です。ちょっと喉が開いたな。水大丈夫だね、まだね。はい、では50秒、今度は8回目ですね。いきましょう。スタンバイ、レディー、ゴー。ああ、完全にこれ1回多くやるパターンですね。50秒、これ9回目になります。合ってるよな。15秒経過。こっちも間違えたりして1、2、3、4、そうだな、これ9回目ですね。30秒経過。40秒経過です。またね、このね、ベースエフィシエンさんのこの重厚カバー、また再販してるらしいんでね、800円だったかな。これもうなんかこの素材なくなっちゃったらしいんで、早いもん勝ちですよ。これいいんだよな。さあ、50秒、今度9回目ですね。はい、じゃあ行ってみましょう。スタンバイ、レディー、ゴー。はい、50秒、これ10回目になりますね。15秒経過。おそらく次50秒10回目という11回目が始まると思うんですけど、今日はちょっと1回多くやっちゃいましょうか。多分60秒で修正されるはずなんでね。30秒経過。40秒経過です。はい、50秒9回目終了しました。50秒の残り3回とになりますね。はあ、どうですか。おっと、もう時間じゃん。これは持たないな。あと20秒でこっちの10分になりますね、これ。お、そろそろデジカメの方の10分間、なんつうんだろう、タイマーは。はい、ね、今一旦切れましたけど、残り5秒。さあ、はい、では50秒、今度10回目いきましょう。スタンバイ、レディー、
はい、これ50秒11回目ということになりますね。今日はちょっとイレギュラーに1回多くやっちゃいましょう。15秒経過。30秒経過。40秒経過です。はい、50秒10回目終わりました。50秒ここで終わりですね。次から60秒ということになりますね。APS カップね、やってる方って、意外とね、ちょっと盲点なところがいろいろ、まあ、いろいろと一つあるんですけど、まあ、このね、重厚カバーしてるというのは、とりあえずまあこの際置いといて、重厚ね、人に向けないっていうのは、当然なんですけど、自分にも向けないというのこともね、ちょっと頭に入れていただきたいなと思いますね。例えば、もう時間だ。次また行きましょう。はい、では今度60秒になりますね。1分。はい、60秒。1回目いきます。はい、スタンバイ。レディー、ゴー。はい、60秒。ここから60秒ですね。1回目になります。15秒経過。30秒経過。60秒の時は、50秒最後に言おうと思っております。50秒経過です。おー、60秒きついな、やっぱ。はい、60秒1回終わりました。で、重厚カバーするときもですね、これね、よくやっちゃうのが、重厚カバーね、ちょっとこんぐらいに来たほうが、すみません、角度を変えます。こうやって終わりましたと。で、重厚カバー大体ポケットに入れてることとかが多いんですよね、これね、場所の、試合中って。そうすると、まあ、例えばポケットから取ると人間どうするかっていうと、やっぱこう持ってっちゃうんですよね、これね。これペナルティになっちゃって、厳密に言うと思いっきり横を向いちゃってますからね。ですんで、まあ、重厚カバーをするときも、コンプレスとコッキングするときと一緒で、ちょっと右肘を後ろに引いて、ピッと持ってくれば、大体まっすぐ、入ると思うんで、こうしといてね、こうすればね、問題解決ということで、1秒1回目終了。はい。はい、じゃあ続いて60秒2回目。ですね、逆に言うと重厚カバー外すときもね、こんな感じで外したらいいんじゃないかなと思うんですが、じゃあ60秒2回目いきましょう。はい、スタンバイ、レディー、ゴー。はい、60秒2回目になります。で、40秒と50秒入れてるのはですね、これカウント入れるときにですね、まあ、そこでちょっとまだ50秒60秒きついなって方は、例えば40秒50秒でやるみたいな感じで使っていただけたらなと思って入れております。15秒経過しましたね。30秒経過です。
50秒経過です。おわ、手が暴れる君、60秒2回目終了と、今ね、重厚カバーがこっちにあったんで、このままこのままね、こうやって取らずに一回左手に持ち替え、右手で重厚カバーを取り、こうするとまっすぐいくと、このね、何気に重厚ですね、常にターゲット方向に向けて、いろんなね、所作をどうするかって考えるのもね、結構楽しかったりするんですよ、これね。楽しい、楽しいっていうか、ちょっと、なんだろうな、楽しいっていうと大げさなんだけどな。まあ、そんなこともちょっとね、頭の片隅にというか、重厚管理っていうのは本当、一番大事なんで、そこは常に考えておいていただきたいなと。ております。まだ時間ありますね。はい、それでは60秒、あ、やべ、つい癖でコンプレッサーまでちょっと動かしちゃった。じゃあ60秒3回目いきたいと思います。スタンバイレディーゴー。はい、60秒今度3回目ですね。15秒経過。30秒経過です。50秒経過です。いやー、止まんねー、疲れてたこれ。60秒3回目終了しました。時間が8分20秒休憩まで入れて、そこからですね、まあコンプレッソの仕方もね、ちょっと一発変わりしますね。いつも言ってますが、こんぐらいにした方がいいかな。まず上のこれをカチンとセーフティー解除したらね、して今度コンプレッソするんですけど、これ外してこっち右肘を後ろに持っていくと、でまた右肘を前に出すと、そうするとね、重厚ターゲットの方に向けたままコンプレッサーできるんですね。一発から打ちます。よいしょ。はい、さあ、ということでこのまま行きましょう。このまま行くんじゃねえんだ、一回止めないと。はい、おーっと、はい、じゃあ60秒、今度4回目ですね。行きましょう。スタンバイ、レディー、ゴー。はい、60秒、4回目になります。全然止まんねえな、途中から。15秒経過。30秒経過。50秒経過です。はい、60
10秒4回目終了しました。そうでもね、ずっとね、あれ言ったんだっけ、自分の手も何喋ったか全然覚えてないですね。もしかしたら2回目になるかもしれないけど、ね、人に向けちゃいけないっていうのはもちろんなんですけど、重厚で自分にも向けないでくださいっていうことですね。例えばまあ大げさなこと言うと、まあ、15カバー、あ今ちょっと1分、今から1分になっちゃいますがね、置いてあったらとすると、まあ一番簡単な例が重厚見えたか、まあ、こうやってね自分の手を重厚の前に出しちゃうと、思いっきりこうやってねピューみたいなね、こういうのもね、気をつけてもらいたい。BB ランのボトル取るときとかね、結構自分の手重厚の前に行っちゃうパターンもいいですよね。これも一応ですね気にかけていただけたらなと思います。あとね、スタンバイ姿勢でね、ちょっとこっちシャダだとして、こうやってブラーンと下に思いっきり下げちゃって、自分の足結構ね重厚いっちゃってる人もいるんで、ほんのちょっとだけね、手前出すだけで全然安全ですから。あとこの真横もね、人間の体って結構手首後ろに返っちゃうんで、割と後ろに向きがちなんで、そういう時も必ず体の前にね手出しとけば安全ですからね。では60秒5回目いきましょうか。はい、じゃあ60秒5回目いきます。はい、スタンバイレディーゴー。はい、60秒5回目ですね。15秒経過。30秒経過。50秒経過です。はい、60秒5回目が終わりました。それとね、もう一個なんか面倒くさい話ばっかで申し訳ないですけど、まあこうやって打ってますよね。こんぐらいまでした方がいいのかな。打ってて打ち終わった時に、まあインラインの方は自然とこうなると思うんだけど、オープンで打ってる人、オープンスタンスで打ってる人ね、割とねこうやって体も横に打ち合ったら下げちゃう人いるんですけど、これ人間やっぱり、まあ私も昔ねそれでね指摘されてことあるんですけど、打っててもう疲れてるじゃないですか、ちょっとバーッと下ろしちゃって。自分ではこのちょっとこれね止めてるつもりでもこうやって行っちゃうんですね、後ろまでね。だから打ち終わったらこの腿に当てちゃうのがね一番いいと思うんですよね。とにかく体の前で肘を止めていただけたらなと思います。あれ今60秒5回目だったんだね。はい、じゃあ60秒6回目行ってみましょうか。5分30秒ぐらいしかけて、はい、じゃあ60秒6回目いきます。はい、スタンバイレディー5。はい、60秒6回目になります。いよいよ後半戦といったところですね。15秒経過。
30秒経過。50秒経過です。よいしょ、はい、60秒6回目終了しました。よいしょ、何か今思ったことあったのよな、忘れちゃったな。で、エビスパップのレギュレーションブック、本大会に、ね、出たことある人はレギュレーションブックっていうのがあると思うんですけど、一番最初のエビスカップとはというところの説明でですね、いろいろ書いてあるんですけど、僕が一番なるほどなと思ったのが、レギュレーションブックの中にはですね、安全に、真剣に、そして楽しくと、競技に、競技に向かってくださいみたいなことが書いてあるんですね。順番がね、まず安全にと、で真剣に、で最後に楽しくと、この順番がね結構ね大事だなと思ってるんですよ。ですんで、まずはね、とにかく安全管理、これが一番ですから、楽しむのは最後とか、安全に真剣にやってると自然と楽しくできるというような気もするんですが、バッテリーなくなっちゃいましたね。はい、ということでね、まずは安全に真剣に競技に没頭していただけたらなと思ったりしております。さて、60秒7回目いってみましょうか。ずれちゃったかな。よし、はい、では60秒7回目いきたいと思います。スタンバイ、レディー、ゴー。はい、60秒7回目ですね。あと4回です。15秒経過。30秒経過。50秒経過です。60秒7回目終了と、あと3回、さて、そうだ、そういえばね、先週というか昨日なんですけど、ホリッチミニーさんとね、ヘブンズフロンティアさんというところのね、練習会参加してきたんですけどね、トリチルリンさんは埼玉県の時川で、ヘブンズフロンティアさんは宮城県の名取市というところなんですけどね、また仙台というか、宮城県といった方がいいのかな、名取市、仙台駅からね電車で10分ぐらいなんですけど、そこでもね、エーペスカップ体験できる場所が増えましたんでね、お近くの方はね、ちょっと行ってみていただけたらなと思ったりもしております。では60秒8回目いきましょう。スタンバイ、レディー、ゴー。はい、60秒8回目ですね。なんかこれカウントの時ずっと60秒、50秒って言い続けてるような気がするんですけど、間違えてたらごめんなさい。15秒経過。
もう同じことずっとやってるとなんかぼーっとしてきちゃうんですよね、これ。30秒経過。50秒経過です。体は止まってんだな、ここら辺。はあ、止まんね。はい、では60秒、回目が終わりました。さあ、どんな回ですね。これ同じぐらいやってる人いるんでしょうかね。いや、疲れますね、やっぱね。で、仙台ってね、昨日というかもう今日なんのかな、深夜バスで帰ってきたんですけどね。まあ、なんか楽しい旅でしたよ、昨日も。まず、堀ちる銀さん車で行って、で、赤羽に一旦戻ってからね、まず、大宮まで京浜東北線で行って、そこから新幹線で、仙台まで行ってきたんですけどね。まあ、道がね、空いててよかったですね、帰り道ね。帰り道っていうか、堀ちる銀さんからの道が空いててよかったなと。混んでたら間に合わなくなっちゃったからな。はい、なんかもう疲れてきてるな。では60秒、9回目行ってみましょう。はい、スタンバイ、レディー、ゴー。はい、60秒、9回目ですね。15秒経過。30秒経過です。50秒経過です。はい、9回終わりました。いよいよあと1回、大丈夫かな。で、日曜日ね、21日は堀ちる銀さんとヘブンズフロンティアさんでも練習があったんですけど、岡崎のね、愛知県の、ベースエピチェーンさんでもね、まあ、このまずこれね、これ出してるとこですね。こちらでも練習会があって、練習会終わり最後ね、ブルザイマッチ50発のやつもねやってくれたみたいでね、よかったですね。なんかやっぱやってくれると嬉しいですね、そういうもんね。まあ、来月ね、また実は岡崎のベースエキシテンさんと名取のヘブンズフロンティアさんの練習が同じ日なんですけど、ちょうど時間がね、愛知のベースエキシテンさんは12時で終わって、ヘブンズフロンティアさんは午後6時からなんで、ちょっとはしごしちゃおうかなと思ってるんですよね、またね。まあ、それはまた後ほど。では60秒、10回目いきましょう。最後ですね。スタンバイ、レディー、ゴー。はい、60秒、10回目。60秒最後であるとともに本日のラストということになりますね。15秒経過。30秒経過。
50秒経過です。ということで、もう少しで終わりますが、本日も居住練習、動画にお付き合いいただきありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。はい、終わりました。よいしょ。さあ、ということで本日終了であります。お疲れ様でした。いろいろちょっと難しいことを今回喋ってしまいましたが、今週ね、こんな感じになっております。この練習会ですね、22日の火曜日がスピードシューティング、23日水曜日 APS カップの練習会、24日スピードシューティングで、25、26、27は中古市になりますんでね、3日間ここは練習会はお休みということになります。変な感じでまたちょっと今週も、居住練習の動画撮りながら自分もやってみました。まあ一人でねこれやってると、ちょっときつい練習だと思うんですけど、なんかねこういう音でも聞きながらやったらいくらかマシになるかなと思ってこんな動画も撮っております。よかったら一緒にやっていただけたら嬉しいですね。ということで、もし練習これ一緒にやっていただいた皆さん、どうもお疲れ様でした。ここら辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。